海外から舐められてるようなイメージはあるので、きっちり試合で日本人が強いっていうところを分からせればなと思います。たくさんの方に応援していただいて、めちゃくちゃ力強いですね。やっぱり前出れます。頑張って、苦しい時もイエーっていう声を聞いて、みんなのレイセフォーだったりとか選手だったりとか、ラモン・デッカー選手の動きが、まあその選手にも入ってるかなっていう感じなんで、ぶっ倒す。I'm really looking forward to fighting in Japan. I've been training hard with the legend Ray Sefo, making sure I'm on point. I know about my opponent, preparing hard as always. Hope to give the fans a good show, good fight, and yeah, we'll see you soon. Uss. Konnichiwa. Uss. ですね、ここ最近ちょっと判定が続いてるんで、今回はちょっと KO をしたいですね。閉じに行きます。KO 狙いに行きます。最後僕がきっちり勝って締めるんで、皆さん応援お願いします。
ファイト64キロ契約3分3ラウンドを行います。赤コーナー大石ジム所属 ISKA ムエタイ世界スーパーライト級王者大石俊介。WFKKO 世界ライト級王者、XFS 世界スーパーライト級王者、UCF 世界フェザー級王者、イーコーネリー。レフェリー伊沢。なお、この試合は3ラウンド引き分けの場合、延長1ラウンド、マスト判定により勝敗が決められます。Two, three, four, five, six, seven,
ただいまの試合に1ラウンド2分58秒赤コーナー OEC 俊介選手の KO 勝ちです。それがそういうの結構ね、選手がチェックしてて、そういうのがすごく嬉しかったりとか、
モチベーションになるんで、皆さんの力でこのフォースカップどん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 長野のキックボクシング盛り上げていってほしいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。見事な勝利をおさえました。